本当に、まあ、サバイバルホラーというジャンルのものからホラーゲームとか、まあ、いろいろ最近増えてきてると思うんですけれども、ゲーム的には、ホラーゲームというのは本当にゲームにフィットするジャンルなんだろうなとは個人的にも思ってます。まあ、中でもそのゾンビを扱うようなゲームというのも、すごく増えてきてますし、他、もっとそのサイコスリラー的なゲームもあるとは思うんですけれども、ホラーからホラーを体験、ゲームのエンバイロメントの中でホラーを体験してそれを打ち勝って、ゲームをクリアしていくっていう、そのゲームのペーシングやそのデザインっていうのは、最近の、ゲームにはすごくフィットしたジャンルになってるんだろうなとは思います。当然、まあ、ゲームデザインしているような人たちはその新しく出てくるいろんなホラージャンルのゲームだったりサバイバルホラーのゲームだったりのプレイして研究はしていると思います。まあ、ダイレクトに何を、使うかっていうのはってことはないとは思うんですけれども、そういったものから、ヒントなりそのこういうことをするとそのユーザーがどう反応するのかっていうのはいろいろ研究していると思いますね。そうですね、はい。今回本当に、エピソディックで配信するっていうのはカプコンとしてもチャレンジだと思います。ただその、テレビドラマのように楽しむっていうのは今回の大きなコンセプトの一つなので、週間に配信されるエピソードを、ソーシャルネットワークなどを使ってユーザーの皆さんと、あと僕ら開発者も含めて、対話できるような場を作ることによって新たなそのストーリーの楽しみ方っていうのができるだろうと思ってます。今後、まあ、本当にこれは発売後に皆さんがどう楽しんでもらってどれぐらいその、ですね、評価を得るかによって大きく変わってくると思いますので、ぜひ、いい評価を得て次の作品が作れると僕らにとってはすごく幸せなことだとは思いますけれど、今何の計画もないです。まずなんですけど、そのシナリオで最初に登場させようと考えてたのがクレアと、まあ、バリーを登場させようとしたところから、いろいろとその今回シナリオライターさんはリベワンから、活躍してもらっている佐藤大さんなんですけれども、その方と話している中で、まあ、クレアとバリが活躍するところで、まあ、娘のモイラっていう設定だったり、島に出てくる謎の少女ナタリアっていう設定が生まれました。でその中で彼女たちは今回そのストーリーにはすごく深く影響するキャラクターとして登場するんですけれども、まあプレイ中にはアシストするっていうすごく、それはそれで大切なパートナーの役目もあるんですが、シナリオの中でもすごく重要な役割を果たしてまして、まあ、当然、まあ、モイラはバリの娘っていうところでいろいろと気になるとは思うんですけれども、そのあともう一つそのナタリアっていうキャラクターに関してはその一番最初に出したコンセプトティザーからあの謎の少女が出てたとは思うんですけれども、まあ、彼女もその今回のエピソードの中にはすごくキーになるキャラクターであるということだけ今は言いたいなと思います。まあ次世代機でどういうことができるかっていうことなんですけれども、まあ、今回基本的に5ハード出す中で、シナリオだったりとかゲームプレイ、まあ、ゲーム要素っていうのは全て同じものになっているので、まあ、どのハードを選んでもらってもその皆さん同じように体験してもらえるとは思います。ただ、次世代機に関しては当然そのスペックが高いので、解像度を上げているのと、フレームレートが、上がっているので、またそれで違うゲームプレイ体験というのは皆さん、次世代機で楽しんでもらえるように、モデルの、解像度を上げたりとかっていう根本的な、ブラッシュアップをしています。そうですね、今後どのような、キャラクターでどのようなゲームスタイルになるかっていうのは本当に今後、バイオのチームが考えていくものだと思うので、今のところ、まあ、ほぼ何も決まってないと思いますので、何がいいのかっていうのはもう今皆さんが本当にオンラインとかでその意見を出し合ってもらえれば、僕らがすごく耳を傾けてどういったものがベストかっていうのを考えれるんじゃないかなと思います。なるほど。まず、ほんのいいクエスチョンだと思うんですけれども、まあ、それもさっき言ったようにそのファンの皆さんがどのゲームを先にリメイクしてほしいかっていうのを言ってもらえれば、もう全力でそれを耳を傾けてね、対応したいですね。 That's it.